はい、どうもすいません。これはですね、ちょっとね、音楽動画だとちょっとダメだと思ったんで、ちょっと喋ります。はい。気持ち悪い方はね、ちょっと具合悪くなるといけないんで、すぐブチって切ってくださいね。この声が気持ち悪いとかね、お前気持ち悪いとかね、そういう方もすぐ切ってくださいね。まあ、それで心配ないと思うね。で、気持ち悪くなったらな、お医者さん行ってくださいね。はい。はい、どうもすいません。はい。ということでね、まあ、お医者さんもどうかなって思うけどね、お医者さんも お医者さんもどうかと思いますけどね。だから私ね、西洋医学、東洋医学をはるかに超えるスーパー医学ってね、ずーっともう長いこと言ってますけどね。ロスチャイルドとロックフェラーはね、この市販のものは食べないとかですね。はい。もうね、もうどん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 日本はね、貧困化ってね、貧困化ってね、ざっくりわかるさん、ざっくりわかるさんも言ってましたね。消費税がどうたらかね。私は消費税がどうたらこうたらとかね、そういう話じゃないと思うんですけどね。もう違う。だから所有の概念ってことでね、長いこと言ってますよね。所有の概念ですね。この土地はなんであなたのものなんですかって。なんでこの土地はあなたのもので、なんであなたにお金払わなくちゃいけないんですかとね。消費税とかそういう話じゃないと思うんですよ、私はね。地球はみんなのものなんですよ。地球はみんなのもの。地球はみんなのものなんですよ。人間のものじゃないんですよ。人間のものじゃないんですよ。人間だけのものじゃないんですよ。そうですよね。それ私間違ってますかね。で、間違ってる方はね、お電話くださいっていうのをずっと長いことやってんですけど、はい、そういうことでね、まあ、いっぱい喋るんで、このチャンネルでもね、まだまだ全然本数が少ないんでね、まず3000本ぐらい喋りたいなと思うんですけどもね、いろいろね、そのくらいやればね、1本ぐらいはね、聞いてくださるのも出てくるんじゃないかなと思ってね、この間、フラットアースからね、20回ぐらい再生していただいてね、本当に、まあ、これからもまだちょこちょことね、上がっていくと思うんですけどね。はい。本当ありがとうね。マドモアゼル愛先生のだってね、ずいぶん、あれね、前再生されたしね。本当ありがとうございます。はい。それでですね、まあ、私はね、別に目立ちたいわけじゃないんで、チャンネル登録は外してほしいんですよね。もっとね、もうお金を儲けたい人とかね、もう私もお金欲しいんですけどね、お金ないからね、お金欲しいんですけど、まあそれはね、やっぱりね、ちょっとね、なんかね、やっぱりね、やっぱ所有の概念ですよ。所有の概念っていうのを知っちゃってからね、その所有の概念って教えてくれてるなんだけどね、映画あるんですよ、日本映画でね、最近のやつ、最近ちょっと前のやつですね。なんていう映画だっけな、ちょっと忘れちゃったんですけどね、だから所有の概念ですよ。それでですね、このちょっとなんかね、何回も出てくるからね、これちょっと無視してたんですけど 無視できなくなってきてね、これ今どこですか、犬鷲さんっていう有名な方ですね、この方ね、犬鷲さんね、フォローしてるんで、今22.4万件ですよ。ね、22.4万件の表示。これだけの人が見れば、嘘なら嘘って言ってますよね。どうですかね、これね、ほらね、出てないと思うんですね。で、嘘って出たらすぐ消されるんですよ。マーガリンのとアリさんのやつね、マーガリンとアリさんのやつ消えてんですよ。あ、そうなんだと、ね。でもまあ、マーガリンはね、まあやっぱりいいものじゃない。からね、私もそれ、まあね、騙されたっていうかね、騙されますよね、あれね。あれ、騙されるよね。だから私も騙されてることっていっぱいあんのかなとか思いながらね、だからこれ昨日無視してたんですよ。だってこれ、画像加工とかね、それね、もう、それこそね、何でもありじゃないですか。だからね、無視してたんだけど、何回も出てきて、あれだから、これは本当なのかね。まあ、あとね、大きいドア出てくるんじゃないですか。大きいドアとかね。あとなんか、神殿みたいな。まあ、いっぱい、私はちょっとこの、マッドフラットってね、全然あまり、
タッチしてないんですけど、そんな興味ないですね。まあ、ここ何台も何回も出てくるからね。一応ね、まあ、本当ざっくりわかるさんじゃないけどね。ざっくりわかるさんじゃないですけどね。まあ、喋っとけばね。で、これちょっとね、ちょっと、これもう、でも22.4万人の人が見てんだから、別にこれあれしたっていいですよね。で、これペタって貼り付けてね。で、なんかもん、あの、文句言われたらすぐ消しますんで。なんか著作権とかね、なんかわかんないけどですね。ミニチュアじゃないですか、これね。だから、これね、音楽動画じゃ無理だと思ったんで、喋ろうと思ったんですよ。大体はね、もうこんな喋るよりね、音楽動画でね、ピッてね、結論だけ分かった方がね、みんな時間の短縮になるからね、いいと思うんですけどね。これはね、どういうことなんだろう。だって、これだって、何人いるの、これ。何人いるの。数えてみないとね、本当にですね。だから、昨日か。昨日の動画全然再生されないんですよ。リカちゃんとね。リカちゃんとほら、スティングレイですよ。スティングレイのね、ピアノの、ケーキとね、ミニチュアですよ。喋ったんですよ。ミニチュアの話ね。全然 スティングレイをまずみんな知らん。リカちゃんは知ってるけどね。まあ、リカちゃんそんなね。でもリカちゃん好きな人多いんですよ。リカちゃんね。リカちゃんも大変ファンがね、もうたくさん、何百万人かいますからね。リカちゃんのね、ほら、リカちゃんの動画、いろんな人がやってるじゃないですか。ね。現実のリカちゃんってね、現実のリカちゃんですよ。ね。なんだろう、トイレに入るところかね、いろんなね、細かいね、ほんと、リアルね、ほんとすごいなってね、なんかみんなが見たくないものもね、ちゃんとやってくださってるんでね、すごいなと思ってね。そういうことで、これは本当なんですかっていうことなんでございますよ。だからね、今ね、ツイッターとかね、もう嘘はね、すぐ出るんですよ。嘘はね。もう何回でも吹き込んでるんですけど、これね。嘘を言うとね、すぐね、それ嘘だからってね、すぐ、言う人出てくるんですよ。で、私トランプ、トランプ、トランプってね、トランプずーっとやってんですよ。もうトランプね。トランプですよ。それ書いときますね。それ書いときますよ、このとこに。トランプね。ちょうどいいや。書いときますよね。私が言ってること間違ってればね。抱っこなんかしないですよ。赤ちゃんなんか抱っこしないですよね。わざとらしい、そんなね。赤ちゃん抱っこしないですよ。だからそういうの全部書いときますんで、ピッてわかるんでね。ピッと瞬間でわかるんでね。そういうことでね、マットフラットでね、なんか随分ね、お金儲けね、そのいつも出てくるんですよ。お金儲けね。ここには書いてないですかね。ここにね、コメントにね、ちょっと、ね、これ見てきてもね、返信を表示ってね、これやればね、ほら、さらに返信を表示ってね、段々畑かなとかね。ほらね、すごいコメントがね、ほら。まあ、だからもう、私、そういう人は、フォローしないんですよ。この犬鷲さんはね、今3000人ぐらい、3000何人くらいだね。だから、もう本当、嘘とか嫌なんでね。和田アキ子さんとか、和田アキ子さん。あ、嘘こくでねえって、ほら。あ、これ1個。いや、でもわかんない、わかんない、わかんないですよ。わかんないですよ。これ見てくださいね、コメントをね。これちゃんとね、ちゃんとほら。タルタリアの歴史が早く。だからね、これほら、ちゃんと作って、ほら、こうやって画像加工、これなんて、これね、ほら、こうやってね、身長17メートルくらいでしょうかって乗ってんじゃないですか。ほら。ちょっともうちょっと見ますかね、もうちょっと見ますかね、これね、大事だからね。
ああね、骸骨のね、あれがもうしょっちゅう岩手県だっけな、もうね、もう飽きますけどね、もういつも出てくるじゃないですか。みんな飽きてんですよ、そのね、ちゃんと本当のことが知りたいんですよ。だから私、南江アスタールさんで撮ってんですよ。ね、本当の宇宙人ならね、南江アスタールさんの本当の宇宙人ならね、本当にね、もうそんなね、出し惜しみとかしないでね、すげえな、これコメントが。まだ終わんないからこんぐらいにしときます。はい。すごいですよ。だからこんだけね、だって22.4万件ですからね。こうですよ。ね。はい。だからみんなね、本当のことが知りたいんですよ。ね。だからね、叩くべきは支配者じゃないんですよ。アシュタールさんなんですよ。あと宇宙人を名乗ってる人とかね。なんかわけわかんないね。そう、嘘をね、全部ね、暴き出さないといけないんですよ。だからやってんですよ、私ね。本当のことをね。みんなが知りたいのは本当のことなんですよ。はい、どうも、私のチャンネル登録は外してくださいね。この人フォローしてくださいね。犬足さんってね。立派な方だと思いますよね。でも嘘ついてたらもうすぐ分かるからね。分かるからね。みんな分かるんですよ。ね。だから、そういうのすぐ離れるじゃないですか。なんだっけな。ハナリンっていう人はどうなんですかね。ハナリンって。入れとこう、これね。ハナリンってね。なんかあれ、ちょっと、昨日出てきたからね、ちょっとね、見てみたんですよ。そしたらね、全然ね、全然表示回数は多いけどね、なんか全然あれなんですよ。それ見れば分かりますよ。ハナリンってね、なんていう、ハナリンで有名な人なんですよ。ね。だから、まあ、その関係の人ですね。だから、亀ちゃんはね、まだ出てこないですけどね。亀ちゃんのセカウラ希望塾ね。亀ちゃんは出てこないですけどね。まあでもね、1回なんか5000円かなんかですよね。なんかね、あれね。よく行くよなとか思いますね。マットフラットもね。私お金ないから行けないんですよ。お金あればね、行くかもしれないですよね。人に会うのは面白いですからね。ということで、古代ペルー、誰が歩くんだよ、わかりますよねってね。これをね、はい。もうどうもすいません、またなんかあればね、録音し、で、なんか教えてくだされば、私、喋るのはできるので、はい。はい、どうもすいません。はい、失礼します。